こんにちは、金黒です。今回は浅田卓さん著書の今の説明分かりやすいねと言われるコツ読書レビューです。久しぶりの本のレビューです。この本を知ったきっかけは新聞の一面の広告で今の説明分かりやすいねと言われるコツ、このキャッチーなタイトルに惹かれてこの本を Kindle で購入しました。浅田卓さんは20万部のベストセラートヨタで学んだ紙一枚にまとめる技術の著者で、物事を整理して伝えるスペシャリストです。簡潔に伝えるスペシャリストの浅田卓さんの今回の本、普段私の仕事だったりこの YouTube の動画だったり、いろんな人間関係の中でも相手に心に伝わりやすいように分かりやすく説明したいなと思ってこの本を買いました。この本で最初にびっくりしたのは、読み始める前に紙1枚に内容がまとまっていたところでした。読み終わった後もこの紙を見直すと、頭に整理されてきちんと脳に定着した感じがして、この紙あまりにも便利なので印刷して手帳に貼っちゃいました。そんなこの本の特に印象に残ったことを今回ご紹介します。説明の分かりにくい人と分かりやすい人との違いは、動詞と動作の違いがあるというふうに書いていました。説明の分かりにくい人の動詞とは、例えば優先順位を考えるとか周知徹底とか相手の立場になって考える、そんな内容で、もっと具体的に説明しないと相手がどう行動したらいいか分からないような内容です。それに対して動作とは、その言葉を見聞きしただけでどう行動したらいいか分かるような表現です。具体的にどう行動したらいいか分かりやすいので相手に伝わりやすいと言えます。次に伝えたい内容は3つ以内にまとめ直すということです。たくさん伝えたい情報を捨てる勇気を持つことです。いろんな情報を網羅して説明するよりも、その中でも代表して伝えた方が相手に伝わりやすいということです。私は逆に一つで相手に刺さる言葉っていうのを常に考えていましたが、この本に書いていましたが、きちんと理解したり納得するには3つ説明した方がちゃんと説明できるというふうにも書いてました。そして伝えたい内容は情報を整理して考えをまとめてから伝える、そういうステップが必要です。私も伝えたいことがあるとすぐ思いついたまま伝えるっていうことがありますが、ちゃんと情報を整理して自分の考えをまとめてから伝える、そういう習慣を身につけたいなというふうに思いました。この本には伝えるための細かいスキルを分かりやすく解説していますので、分かりやすく物事を伝えたいなという方はこの本おすすめです。今回は浅田卓さん著書の今の説明分かりやすいねと言われるコツ読書レビューでした。久しぶりに読書レビューやってみましたが、こういう読書レビューをやると私自身も本の内容がちゃんと定着しますので、こういう読書レビューを続けていきたいなというふうに感じました。読書レビュー時々やっていきますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。